皆さんどうもこんにちは。えっと、朝日大学歯学部、大学院歯学研究科の二階堂と申します。え、本日は、本当は怖い、え、根綿移の予防と治療ということで、え、1時間程度お話しさせていただきます。で、今日のお話の内容ですけれども、えっと、虫歯の現状、え、根綿移とは、それからなぜ虫歯ができるのか、え、最新の虫歯の治療、え、歯を守る生活習慣、 まあ、そういうようなことを、内容をちょっと盛り込ませていただきました。でまず最初に、我が国の高齢者人口の推移ということで、これはあの総務省統計局、こちらの方のデータからお借りついて、えー、もらっていますけれども、えっと、これはですね、世界のそれぞれの国の高齢者、これは65歳以上ですね。で、これ見ますと、えっと、今、2023年ですか、このあたりのところなので、 圧倒的に日本が高齢化が進んでいるということなんですけれども、これずっとたどっていくと、この辺りのところから急激に韓国がずっとこう1位になっていく。で、日本が2位。で、結構イタリアも多い。で、先進国、軒並み高齢化が進んでいくというのがわかると思います。で、こちらはですね、世代別の虫歯の状況。ちょっと最初に、 右職とか書いてありますけれども、これはあの我々専門用語で、えー、と虫歯のことです。えっ、ー、と、それで、えー、これはですね、えー、厚生省、厚生労働省、こちらの歯科疾患実態調査。これ、えーと、平成17年、それから23年、えー、28年、えー、それぞれ5年おきに、この世代別にこの虫歯の状況というのをこう、えー、やってるんですけれども、 それを見ていただきますと、まあ、全体の流れとしては、この平成17年からずっとこう見ていきますと、この若い世代ですね、こちらの方では虫歯は結構少なくなっている。で、この一番ボリュームのこのところ、成人層、ここのところではほとんど変わっておりません。でただ、この65歳以上、ここを見ていただきますと、虫歯が増えてきている。まあ、そういういことで、 ま,あまとめますと、乳歯の虫歯ですね、こういうのは減少傾向、あるいはあの軽症化、それから永久歯の、まあ、成人の虫歯というのは高止まりして変わらない。で、65歳以上になると、えー、虫歯が増えている。これは何が増えているかというと、根っこの虫歯、われわれ根面腐食と言いますけれども、根面腐食が増えてきている。で、こちらですね、えーまあ、若い人に多いのが、 結構この初期エナメル質需食という非常にこう、えー、まだ、えー、穴が開いてないようなもの。で、それが、えー、若年者から成人、えー。こういうところになると、こういうところがこう穴が開いちゃったり、こういうような形になったりとか、まあ、こんな風になったりとか、まあ、要するに慢性化したようなことで広がるという味が広がる。それから急に広がる。まあ、こういう噛み合わせのところですね。大体こう噛み合わせのところを口を開けていただくと、大体ここのところに詰め物がある。 いうのが多いかと思います。で、それが、だん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 高齢化、えー、高齢者になってくると、この根っこのところに虫歯がある。こういうのが、混綿腐食というふうに言います。で、なぜ、この混綿腐食、こういうのが増えるのかということですけれども、まあ、加齢現象として、だんだん歯を切て下がってきます。で下がってくると、この根っこが露出するんですね。で、ここのところっていうのは、あの、この硬いエナメル質っていう、 こういうのがないので、中のゾウエス、こういうのが出てきます。で、根っこのところの方が、ゾウエスの方が、非常に溶けやすい、虫歯にもなりやすい、ということで、この根っこの虫歯が増えていく。で、もう一つはですね、あの、後からも出てきますけれども、8020運動の影響で、根っこが、歯が増えてきて残っている、ということで、そこのところがどん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 虫歯になっていくというと。こと 左の方がこれ、梱面右色になってるわけですね。これ、どん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 こう、侵食されていくわけです。で、木で言うと、こういうところが侵食される。で、これ放置しておくとどうなるかというと、パーンとこう、折れてしまったりとかですね。で、こういう根っこだけの状態。こうなると、もう使い物にならない。ということで、えー、葉を抜かないといけない。ということになります。 えー、こちらは歯を失う原因と健康の悪化というふうに書いてありますけれども、この真ん中に書いてあるのは、この抜歯の原因ですね。これ見ると、3分の1は虫歯が原因、それから歯周病、あとは歯の破裂、割れちゃう、その他というふうになってます。でもし歯がなくなっちゃうとどうなるかというと、まあ、あのすぐ噛めなく、噛みにくくなる。そうすると食べるものが限られてくる。硬いものが食べられない。 まあそういうことで、だんだん栄養状態も良くない。で、機能が低下してきて、活動が、まあ、あの、活動的じゃなくなる。ということで、生活全体に影響するよ。ということなので、歯がとっても大事。ということになります。えー、こちらは8020推進財団。え、こちらの方のホームページから引用していますけれども、これ、あの、口を開けたときに、え、こういっぱい歯がありますよね。 で、その時、この奥歯、ここのところまでこう揃える、あの全部揃っている、これは親知らずを含めると、えー、大人の歯三32本なんですね。で、親知らずを含めずに28本ということになりますけれども、そのうち20本、まあ、あの、8本抜けても20本残っていれば、まあ、大体美味しく噛めるというのに十分だろう。そういうことで、 8020これは80歳で20本の歯を残しましょうということになっています。えっ、ー、と、こちらは、えー、同じく8020推進運動、えー、財団のホームページから引用しましたけれども、えっ、ー、と、これはですね、大、え、体、ー、いい20本の歯がどのくらいの、えー、残っているのかということを見ています。8020ですので、大体いいこのあたりのところ、75歳から84歳で 現在、2016年現在ですけれども、もうすでに半分の方が達成しているということです。ただですね、今100年時代というふうに言われてますので、これからは100歳で20本ということになると、まだまだ低い状態ということになります。で、えっと、まあ、治療の話はまた後から詳しいところをちょっと説明しますけれども、 まず、こういうところに、こう、虫歯ができたとき、この虫歯を取って、どうやって詰めるかというと、一番多いのは、このコンポジットレジン修復ということになります。あの、いわゆるですね、こういうところに、あの、白い材料でこう詰める。今、この材料っていうのがものすごく進歩しています。もう一つは、あの、これが詰められないようなケース。例えば、歯茎がすごく、えっ、ー、と、の下の方まで虫歯になっちゃってて、 でコンポジットレジンというのはですね、あのしっかりこう、えーな、なんですかね、乾燥した状況じゃないと詰められない。えー、こういうところだとなかなか十分にこう乾燥ができない、コントロールできない。こういう時には、このグラスヤナマま修復というのをやります。でこちらの方は、あのフッ素が出る、えー、ような材料なので、これを詰めた周りのところに徐々に徐々にこうフッ素が出るということで、こちらも 虫歯になりにくいというえ、まああの、よくこのコンポジットレジンとグラサイアノマシチュークというのはあの、よく診療でも使っている、そういうような材料になります。えっと、じゃあ、なぜこの虫歯がなになるのかということをよくし理解していただくと、まあ、ご自身でその予防ということもあのしやすいのかなと思います。でこれはですね、 えーまあ、我々にとっては非常にあの重要なというか、あのまあ、あの学生実習、あの学生の教育の中でもこれはあの説明をするわけですけれども、歯があって、それからこの口の中のキ菌ですね、虫歯になるキ菌、それから甘いもの、砂糖ですね、砂糖を含むような甘い食べ物。で、このちょうど歯の上にこのキ菌がいて、 で、しかも、この砂糖を供給する。そうすると、この間のところで、この虫歯ができるよ、という非常にわかりやすいものです。で、これで大事なのはですね、こことか、ここでは虫歯にならないよ、ということです。要は、歯の上に外菌がいる、そういう環境であっても、砂糖を食べないようなところ、甘いものを供給しなければ虫歯にはなりませんよ、ということをここ示しています。で、こちら、ここは、 歯の上に、えっと、バイキンが乗っかってない。で、甘いものを食べても、えー、虫歯にはなりませんよ。ということなので、このバイキンを取ってやる。あるいは甘いものを、えっと、制限してやる。ということで、虫歯にならない。ということがよくわかると思います。あともう一つは、こういう環境がなって、になったとしても、えー、時間のファクターっていうのは非常に重要で、えー、すぐに、え、こうなるわけではなくて、えー、時間をかけて虫歯になります。 ということですね。そのあたりのところをもうちょっと説明します。で、こちらは、あの、エナメル質って書いてあります。まあ、一般的な歯の上。で、そこのところには、この唾液が触れると、この唾液の成分のタンパク質がこう、えー、表面に乗っかってきます。で、その上に、この口の中にいるバイキンがパーンとこう乗っかる、くっつくという状況ですよね。だけど、このくらいだったらば、あの、全く虫歯にはなりません。で、だんだん、この、 えっと、乗っかってきているバイ菌が、この砂糖を、えっ、ー、と、分解して、ここにこう、ベタベタしたグルカンという、こういうものを作ってくる。で、さらに、えー、こういうベタベタしたところに、いろんな雑菌ですね。口の中の雑菌がこうやってくっついてくる。で、さらにこの砂糖を、えー、使って、このグルカンというのが、こう、どん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 こう大きくなる。こういうのが、いわゆる思考というわけですね。 で、こうなってくると、だん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 、この病原性が強くなってきて、で、砂糖がこの中に入ってくる。で、この中で、酸が作られて、酸によって、この歯の表面のところを溶かしていく。脱解と言います。で、こちらの方は、今度は、えー、逆に、ここ、再石灰化と書いてありますで。こういうふうに、あの、カルシウムとか、リンとか、こういう、 エナメルスの成分、歯の成分のところがこう出てくると、ここの中に今度は逆にカルシウムとか、えー、リン酸のこういうものが下方に輪になると、逆にこうなってくる。えー、再生回が化を起こしてくる。まあ、こういうことをですね、えー、普段、えー、繰り返ししているわけですね。で、これが、ただ、あの、バランスが取れていれば歯は溶けませんけれども、えー、これがバランスを崩れていくと、こう、どん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 溶ける方になる、ということになります。で、こちらは、 今見ていただいたような、この中のところに、この pH の電極という酸性、この中の酸性度を測る、そういうものを入れて、で、この朝ご飯を食べました、お昼を食べました、夕食を食べました、というふうにしたときに、この中のところの酸性度がどうなっていくのか、というのを測っているんですけども、この pH7 って書いてあるのは中性ということなんですね。 で、それが朝食を食べた、えー、っと、砂糖を供給されると、こう、バイキンがその酸を作るので、ぐーっと酸性度が下がってきます。で、ぐーっとこう、また上がってくる。で、起きるにまた食べる。下がる。また夕食にこう、食べる。下がる。で、また上がってくる。いう、そういうサイクルになっている。ということなんですけども、まあ、今言ったように、えー、砂糖を供給すると、こう、酸性度が下がって上がってくる。ということなんですけど、じゃあなぜこうなってくるの ということなんですね。こちらはおやつを食べる。まあ、こういうふうにすると、こうどん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 、この、えー、下がっていく時間が多くなるので、えー、口の中どん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 溶けやすい、虫歯になりやすい環境になるということなんですね。ただ、えー、ここのところで、この、一回こう下がった、えー、酸性になった環境がまた戻ってくるのは、実はこれは唾液の影響です。唾液っていうのは、 この酸干渉作用というふうに、ちょっと難しい言葉が書いてありますけれども、要は、あの、中和する作用が非常にあるということなので、唾液のファクターというのは非常に重要ということになります。で、これですね、唾液の働き。あの、唾液にはいろんな働きがあって非常に重要なんですけれども、あの、虫歯を防ぐ作用として、先ほど言ったような干渉作用ですね、中和する作用。 あともう一つは、この、えー、唾液の中にカルシウムとか、リン酸イオンとか、そういうのがたくさんあるので、再石灰化をえっと促進します。あとは、まあ、えー、潤滑にするということで、食べ物がここから流れる。あるいは、抗菌作用っていうのもちょっとあります。ね。だから、バイ菌を、その、えー、寄せ付けない。まあ、そういう作用もある。あとはですね、えー、 刺繍死臭組織の損傷治癒作用というのは、これ傷になったとしても、口の中ってすごく傷って早く治りますね。あの、犬とか猫が自分のあの、傷やなんかを舐めて治す。というのは、まさにこの唾液の、こういう治癒作用というふうになります。で、高齢者になると、だん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 、この、唾液って出にくくなってくる。というのは、もう、それはもう仕方がないところです。で、 えっと、唾液ってどこから出て,出てくるのかと言いますと、あの、三大唾液腺っていうのがあります。ここに自家腺っていうのがあって、えっ、ー、と、学科腺それから舌下腺、まあ、ベロの下あたり、えー、このあたりとか、その顎の下あたりですね。このあたり。で、あの、唾液がこう出にくくなってきたときに、まあ、放っておくと、どん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 加齢とともに、えっ、ー、と、唾液って出にくくなってきます。えー、それを少しでも、この、 唾液腺マッサージということをやると、この唾液分泌の減少を抑えることができます。で、実際にはですね、この唾液腺のマッサージ、まあ自家船のマッサージとかもありますけども、えっと、手軽にできるのは、このちょっとこの顎のところですね、ここのところをこうやって手でこうやって後ろの方からゆっくりこうやって押してやる。軽く押してやる。そうすると、自分でもこのベロの下のところから、ちょっとこう、 えー、唾液が出てくる。というのが分かると思います。あの、これをやったからといって唾液がどん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 出てくるかというと、それは、あの、そうではないですけども、あの、唾液が出に低く,くなっていくのを、まあ、抑える。そういう効果があるので、まあ、特に高齢者の場合はですね、こういうの、あの、お勧すすめします。えっ、ー、と、これは、あの、まあ、これから、あの、歯磨きの話、ちょっと進みますけども、えー、虫歯になりやすいところがどこかと、 ということを知っておくと、まあ、今後、虫歯になりにくい、えー、気をつけて磨けるようになります。で基本的には、ここに書いてあります、バイオフィルム、要するに歯垢ですね。これを取るというのが目的になりますけれども、どういうところがあの虫歯になりやすいのか、要する,要するに、バ、えー、菌が溜まりやすいのかというと、子供の頃はですね、この噛み合わせのシワ、ここのところが、えー、よく、 溜まって、そして虫歯になる。で、それと、えー、大人になってくると、だん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 歯茎が痩せてくる。そうすると、歯と歯の間のところ、ここのところのスペースも大きくなってくるので、えー、こういうところもしっかり磨く。それから、えー、これは、えー、根っこの付け根ですね、歯茎の周り、えー、そこのところっていうのはどうしても、 虫歯にも、あの、なりやすい。虫歯になりやすいというか、その、思考が溜まりやすいところですね。それから歯び、歯磨きをしたときに、どうしてもそこのところの磨き残しっていうのが多くなる。だから、ここは虫歯。えー、さっきから言ってるように、えー、根っこのところですね。付け根のところ。えー、ここは、あの、磨きにくいということもあるし、えー、虫歯になりやすい。溶けやすい。えー、そういうところなので気をつける。あとは、あの、詰めたりとかして直す。ただ、 その治した材料と、それから歯との移行部、ここのところっていうのはどうしても段差になりますので、ここも、えー、虫歯になりやすいということで、まあ、詰め物をしても、えー、その後でまたそこのところから虫歯ができるというのは、そういうことなんですね。それから、えー、と矯正治療、あ今、成人矯正とかもあ,のありますけれども、そうすると、こういうふうに、えー、歯にこういうブラケットっていうのをくっつけて、 で、こうワイヤーでこういうふうにやりますよね。で、歯ブラシをやったときにこのワイヤーが邪魔になるので、すごく、まあ、口の中の状況としては悪くなる。だから、より強制治療をするときには気をつけないといけない。あと、こういう部分入れ歯ですね。えー、部分入れ歯になったときには、この、えー、金具ですよね。こういう。こう,うクラスプと言いますけども、ここのところの内側のところって磨きにくいところなんですけども、ここのところちゃんと磨かないと、 ここにこの汚れが溜まって、で、せっかく口の中をこうきれいにしても、この汚れを、の溜まったこの入れ歯を口の中に入れることによって、またこの歯が汚れちゃうということなので、部分入れ歯とか、こういうのは、えー、非常に注意して磨いていただきたいと思います。えっと、今言った話はですね、大体口の中の話なんですね。で、実際には、あの、虫歯になりやすい、なりにくいっていう話は、 口、まあの中の環境だけではなくて、まあ、ここに書いてあるように、あの、行動だとか、習慣、まあ、そういうようなことに大きく影響します。ですから、あの、子供の頃から、だん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 大人になっていって、受験勉強をしたりとかすると、なかなか歯ブラシどころではないというようなことになったり、まあ、結婚、出産とかですね、えー、転勤があったりとか、まあ、いろんなことはありますよね。そういうライフステージによって、 虫歯のなりやすさっていう、なりにくさというのは非常に重要なので、もう本当に一生を通じて、その口の中っていうのをちょっと管理していかないと、なかなかこう歯を残すというのは難しい、難しいというか、そういうことを気をつけていただくということが重要になります。で、まあ、歯ブラシの話っていうのは、皆さんあの、もう聞いたことがありますと、あるっていうことが多いと思いますけれども。 あの、まあ、特に40代、えー、からですね、あの、ハウキはずっとこう痩せてきて、この歯と歯の間のところ、ここのところがこう広がってきます。で、先ほど言ったように、こういう歯と歯の間のところのこの歯垢を貯めておくと、ここのところから虫歯になったりとか、特にこういうところが虫歯になったり、際のところですね、ハウキの際キ。ですから、まあえー、毎回毎回とは、ちょっとなかなかいい言えませんけども、少なくとも、 えー、夜寝る前、えー、歯ブラシをやった後に、ここのところを、まあ、掃除するというために、この歯と歯の間の、えー、と掃除器具ですね、こういう歯間ブラシとか、それから糸よこれデンタルフロス、えー、これ、どれを使ったらいいのかというのはあの、もう人それぞれなんですけども、基本的にきあの機能はこういう歯と歯の間のところの掃除ということになります。 まあこのデンタルフロスっていうのはまあ我々はよく使いますけども、これなかなか奥の奥歯に自分で持っていくのって難しいんですね。で、それに比べると伊藤洋二の方が入れやすい。あと、歯間ブラシっていうのは、これ、あの、いろんなサイズがあるんですね。S とか M とか L とか。で、こういうのはま、まずですね、えー、一番小さいのを入れていただくというのがまずおすすめです。で、えー この歯と歯の間のところのスペースっていうのは結構大きさ全然違うんですね。ですから、あの S でこう入る。だけど、あの M とか L とかであの入れると、こうなかなか入りにくい。無理にこれやると、歯茎を傷つけたりとかしますので、ま,あ、まずは S を使っていただく。で、まあ部分的にはちょっと S だとスカスカだなと思うところだけ、まあ M とか L とかを使うというふうにやっていただくとよろしいかと思います。 それからもう一つは、あの、歯磨き剤ですね。歯磨き粉。あの、このペーストです。えっ、ー、と、こちらのことですけれども、あの、まあ、以前は、ウス配合というのは、だいたい、この、えっ、ー、と、1000ppm 以下、というふうになっていました。これが厚生労働省の、あの、基準。で、それが、あの、2017年の3月に、 えっと、1500ppm 以下まで、えっと、入れてもいいですよというふうになりました。えー、すなわち1.5倍ぐらい、えー、復活物が入れることができる。で、1.5倍になった分だけ、やはり予防効果は高いです。ただ、やっぱり、えー、復活物を配合すると、えー、値段も高くなるというようなことはあります。 で、今、いろんな製品出てきてますけども、えっと、こういうところですね。これ、ライオンだったらチェックアップだとか、サンサーだったらバトラーとか、こういうので、あの、高濃度復活物配合というふうに歌っているもの。これは大体 1450ppm の復活物が入っているということですね。まあ、さっきも言ったように、一般的な、あの、復活、物、島材に比べると、ちょっとや、高いです。えっと、それからですね、 あの、私も所属しているんですけども、日本歯科保存学会っていうのがあって、で、ここのガイドラインで、この 5000ppm、えー、これかなり高いですよね。えー、これの復活、えー、物、えー、含有島剤も効果がありますよということで、えー、こういうものもあります。ただし、えー、これは、あの、日本では売ってません。えー、欧米ではこのコルゲートから、このディラパット5000っていうのが出てるんですけども、 あの、これなぜ、この出ているかというと、この口が乾きやすい、唾液が出にくい人、あるいは口腔癌とか、まあ、あの、ベロの癌とかですね、こういうので放射線治療をすると、どうしてもその放射線が、この、この唾液腺に当たって、そして唾液が出にくくなるということだとか、あとは、要介護の患者さんで、自分でその口の中をコントロールできないというような方に対して、この 5000ppm、 こういうのも有効だよということがすでにエビデンスとして出ておりますので、まあ、将来的にはこういうものも日本で手に入るようになる、まあ、ただし一般的にはこの1450これで十分だというふうに思いますでこれもその歯磨きの仕方というのも、えっと、今までその歯ブラシの,その細かいテクニックだとかそういうことをあの指導された方も 多いいかと思いますで。これは、えー、むしろこのフッ化物入りのしま剤が重要だよということで、まあ、あの、イエテボリ法とかですね、まあ、こういうふうに言われて、えー、紹介されています。で、これは何かというと、あの歯ブラシですね、ちょっとこれ、あの年齢に応じたあの使い方ということですまあ、大人の場合には、もう、あの歯ブラシの上にたっぷり、えー、乗っけていただく。で、磨くときには、 この、しま剤を、えー、紙面全体に広げる。要するに、この、えー、フッ素を口の中に、えー、十分に、えっ、ー、と、送り込むということですね。そして、2、3分間、しま剤による泡立ちを保つような歯磨きをすると。だから、で、その後に、こう書いてあるのは、歯磨き方法にこだわらないと。だから、まあ、とにかく、えー、しっかり磨くんだけども、その時に泡立つようにして、えー、フッ素を、 あの十分にその口の中にこう供給してくださいです、ね。そうしたらこう、ペット1回こう吐き出します、ね。1回吐き出す。で、その後、えー、ブクブクうがいをするんですけども、まあ、どうしてもこのシュマ剤が入っていると、なんか口の中がこうすっきりしないなと思って、何回か、えー、水でブクブクうがいする方もいらっしゃるかもしれないですけども、この復活物入りの歯磨き粉を効果的に使うためには、 ここにこう書いてありますけども、コップに、まあ大体3分の1ぐらいですね。この、これくらいを口の中に含んで、ブクブクブクっとして、ペット出して、あとは、えー、吐き出した後はうがいをしない。で、あと1時間程度は飲食もしない。いうようなことが一番いいですよ、というふうに。これ推奨されています。これは、あの、日本、えー、航空衛生学会という、あの、一応、その、日本における、こう,う島剤、こう,う、こういうものの、 研究している専門の学会なんですけれども、ここから出ている、ですから、ふっそいの歯磨き粉というのがとても大事、で多分ですね、歯周病、歯槽膿漏専用の歯磨き粉というのがあ,のあるんですけれども、あのこれはですね、噴火物,物が入っていないものもあります。でさっっきも言ったようにに高齢者の場合には あの、どうしても、唾液が入りに、あの、出にくくなって、で、根っこのところが、こう、ね、虫歯になりやすい。で、その虫歯を予防するためには、やっぱり、復活物の入った、あの、し剤。えー、こういうのを、えー、強く、えー、お勧めします。え、ちょっと、虫歯の治療の話をせですね、少し、えー、させていただきます。これ、あの、教科書から持ってきたんですけれども、これ、左のところ。 ここのところにこう虫歯があるんですね。で、虫歯を取りました。で、これ治療の仕方です。えー、さっきも、あの、コンポジットレジンシュープという話しましたけども、コンポジットレジンシューする場合にはこ、虫歯を取ったら、こうやって詰めます。で、こう、これでもう終わりなんですね。で、もしこれを、えっと、金属でやる場合、えー、こういうふうになります。これも正しいやり方ですけれども、あの、こういうメタルイレイと言うんですけども、これは、 型取りをして、技工士さんがこういうものを作らなきゃいけないので、こういうものをこういうふうにすることは絶対できないですね。なので、これはもう決められた形がこういうふうに、こういうふうに削りなさいというふうに言われて、で、これ型取りをすると、技工士さんがそれにこういうものを作る。これも、あの、誰がやってもこういうふうになります。ただ、これを見たときに、こっちとこっちと、削る量が全然違うんだけど、同じように、この虫歯の、 治療ということで、まあ、教科書的には正しいということになるんですね。なので、えー、最近は、まあ、できるだけ、えー、歯を削らないで、歯をというのは健康な歯を削らずに虫歯だけを取って、でしかもこう白いものがこう1日でできる、まあ、こういうものができるんであれば、こうコンポジットレジンで治療するというのが、まあ、一般的な、えー、一番新しい、新しいというか最新の治療ということになります。で えー、まあ、これができない場合には、まあ、間接的な、まあ、型取りをするような治療になりますけど、そうする、それで金属にするんであれば、ここになります。ということですね。あとは、まあ、虫歯の取り方ということですけれども、これ虫歯の歯を、まあ、抜いた歯をこう輪切りにして横から見る。そうすると、ここのところにこう、えー、穴が開いてて、中はこうずっと虫歯が広がっている。 こういうところ健康なところなので、色が違うので分かると思いますけれども、まあ、じゃあ分かるから、じゃここのところをあのどうやって治療したらいいのかという話になると、あの、なかなかこうしな、こうすればこう取れるというのはなかなか、あの、ないんですね。まあ、やっぱり経験というのは非常に重要になりますけれども、まあ一般的に言うと、こう、硬いか柔らかいかというと、こういうところはあのもう溶けてしまって柔らかい。それから、 えー、色のついているものは、まあ、黒くなってる。まあ、そういうのは、あの、ご自身で口の中虫歯になってるところっていうのは、黒くなってたりとか、そういうことありますよね。あとは、えー、ベタベタして、えー、濡れたような感じ。あと、まあ、ちょっと痛みっていう話は、あの、歯は、あの虫歯になってるところっていうのはもう死んでしまってるので、そこ自体は痛くないですけども、まあ、虫歯でこの辺りまで行ってるとしみたりとか、まあ、そういうような痛みがある。で、えー、 今ですね、この虫歯になっているところだけが染まる、そういう液があるんですね。これ、右色検知液と言いますけども、あの、まあ、こういうものを使って、えー、虫歯だけを取っていって、先ほどのようなコンポジットレジンというもので、えー、詰めるというのが、まあ、一番、あの、歯を残す、歯を削らない治療ということになります。えっと、これは右下のところの、あの、奥歯ですね。 え見ていただきますと、こういうとこ、こう、シワになってますよね。で、このシワのここのところ、ちょっとちっちゃく穴が開いてます。で、よーく見ていただきますと、この、こういうところって、こう、ずっと、あの、歯の色が白っぽいんですけども、あの、ここのところは、一部黒いですよね。これっていうのは、この一番外側のところ、このエナメシスの、えー、 穴が開いて、中のところの増下数っていうところが虫歯で広がっているということ。まあ我々がパッと見たとき、あ、これ結構大きな虫歯なんだなっていうのがわかります。で、それでどうするかというと、この硬い組織、ここのところは削らざるを得ないで。で、ここにこう書いてあるのは、これはまあよくあの、歯医者さん行ったときにヒューンって音がする。えー、これはあの、タービンと言いますけども、その先のところ、これはダイヤモンドのクズがついてるんですね。 で、一番ダイヤモンドっていうのが、この、え硬、ー、いので、えー、このエナメルスっていう、この、ここのところをこうダイヤモンドでこう削っていきます。削っていくと、中のところが、こういうふうに、こう、黒くなって、ここ、増え室のところが虫歯なんです。で、この、えぇ、ー、虫歯を取っていかなきゃいけないんですけども、まあ、さっき言ったように、この、右色検知液、あの、虫歯を検知する、こういう赤い液があ、 これ、まあ、あの、赤い液、こちら青い液で、まあ、どちら使うこともありますけども、まあ、赤い液で染め出しをすると、えー、虫歯で取らなきゃいけないところだけ、すなわち、バイキンがいる、えー、そういうところだけ赤くなってきまく。で、ここのところを、今度は、こうやって、そ当と取っていくんですね。で、これ何回か繰り返すと、染まらなくなります。こう,こういう感じ。で、えっ、ー、と、こういうふうに取ったところ、要するに、えっ、ー、と、もう、えー、バイキンの感染しているところを全部取った。 言ったら、コンポジットレジンの場合には、ここのところをこうくっつける。あの、こういう白い材料で、えー、直すことができます。ですから、こうは虫歯ですよね。で、こう入り口のところをこう削ったわけです。で、ここ全部取るということですね。で、昔は、あの、これ型取りしなきゃいけないんですけども、これだけだと型取りできないので、えー、どうしても健康な歯も めてこういうふうにこう削っていって、で、これ、あの、技工士さんに作ってもらって、えー、くっつけるということになりますけども、健康な歯削るときっていうのは、痛いので麻酔をしなきゃいけないですけども、まあ、あの、どうしても麻酔切れたときになんとなく、じんじんするとか、まあ、そういうことがある。それはやっぱり健康なところをこう削るからですね。で、コンポジットレジンの場合には、ここのところだけを削りますので、 まあ、あの、これ、特に、あの、高齢者の場合には、あの、麻酔しないで、えー、やることができます。でも、あの、削って、えー、その日に、こうやってくっつける、ということになりますただ、あの、これ、話、話としてはそういう話なんですけども、実はこのコンポジットレジンっていう材料と、歯っていうのは、全然くっつきません。えー、ここのところが、歯とコンポジットレジンっていう、この材料の間のところが、 ちゃんとつくようになったという、その,あの進歩によって、この、えー、こういうことが可能になってきたということです。でこれはですね、あの、平成、平成っていうのが1989年から2019年なんですけども、えー、実はこの時期に、えー、接着剤っていうのがものすごく進歩したんですね。まあ、私はこ,ここのところが専門なんですけども、まあ今日は、 あの、とにかく、ステップ数が、昔は、えー、接着剤をちゃんと、えー、くっつけるためには3ステップだったのが、今は2ステップになって、今は1ステップとか、ンユニバーサルとか、まあいろんなことを言いますけど、要するに、塗布して、えー、もう光で固めるということで、接着剤がもう刃に、えー、っとく,っつきくっついて、で、その後は、そのコンポジットレジンというのを詰めればいいというふうになってきたということです。で、実は、この、 接着材料。これの、あの、トップシェア、あの、トップブランドというのは日本だ。ということです。これは、まあ、虫歯を取、取りました。というところなんですね。で、細かい話はしませんけども、えー、虫歯を取ったら、そこのところにこういう、えー、接着剤の、これ1液目、これ2液目。これは2ステップなんですけども、こういうものを塗布します。そして、 1>, 1液目を塗布すると、まあ、こういう、あの、これは増エスなんですけどもね。まあ、こんな風に表面のところの,あの削りくずが取れて、で、次に2液目を塗ってで、これ光で固めるんですね。そうすると、この接着剤が増エスあの、刃にくっつきます。で、ここに今度はこのコンポジットレジンっていうのを詰めて、で、もちろんこう形を整えて、で、研磨をしてと、 いうふうにすると、こんなふうに、あの、一回で,でできます。で、この詰め材、詰める材料ですね。これ、これ自体もものすごく進歩しています。えー、これちょっとあの、わかりにくいかもしれないですけども、昔の材料っていうのは、やっぱりすり減ってしまう。えー、表面のところがこうゴ、ツゴツっていうようなところから、もうどん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 、この、えー、なかなかこう、詰め、あの、奥歯のところに詰めてもすり減らないような。 非常に良い,い材料っていうのが出てきたということもあります。あとは、まあ、こういう歯と歯の間のところですね。このところ、こういうところをこう直接口の中で詰めるのって難しいんですけれども、その、えー、補助するための器具ですね。まあ、こんなあの非常に複雑なあの器具で、まあ、学生実習やなんかの時にはこれの,あのつ詰め方ですね。こういうのをあの実習でしっかりやるんですけれども、 まあそういうことをやると、えー、口の中でも、えー、ちゃんと歯の形が再現できるようになってます。これは一つの症例ですけども、えー、これ一番奥から二番目のところと奥歯の間のところ、えー、実際これレントゲンで見ると、すっごい大きな虫歯です。で、まあ、10年前だったらば、まあ多分ほぼこれ、あの、金属でメタル印例というふうにすると、ここまでこう削ることになるんですね。 で、この症例では、この虫歯のところだけを取ったのは、ここだけで。で、あとは、まあ、あの、ちょっと複雑ですけれども、こういうものをくっつけて、あと詰めていく。これ詰め終わったところですね。まだ、あの、これから、まだか、カチカチ感度が高いですで。こういうところを、えー、しっかり、えー、噛み合わせを調整して、で、形をこう、きれいに研磨をすると、このようになる。いうことです。 で、これは根っこの治療の、まあ、あの、一つ、症例ですけれども、えっと、こういうところがですね、えー、根っこのところが、こう、歯茎がこう下がってきて、ここ根っこが出てるんですね。で、そう、そこのところをこう、きれいにして、で、これはあの、根っこのところ、そこのところの虫歯の進行を抑える、こういう症例、あの、薬ですね。で、こういうのをこう、塗布して、で、 えー、一週間経つと、ここ、黒くなってるんですけども、これは、あの、銀が入っていて、それからフッ素が入っています。ですから、ここのところの虫歯の進行が止まって、で、黒いところは、これは虫歯ですね。えー、なので分かります。で、あとは、この、虫歯になっているところを取っていくわけですけれども、これは別の症例ですね。こういうふうに、えー、一日後、あ、一週間後、えー、患者さん、こう、黒くなっているところを、 とこう取っていくということですね。取り終わったら、まあ、根っこの周りのところ結構柔らかいところこんな風になる。でもこれをコンポジットレジンでこう詰めると、こんな風になるということです。まあ、これが一番その根っこの治療で、まあ、根っこのその虫歯を進行を抑えて、で、えー、その虫歯の治療をしてコンポジットレジンに詰める。まあ、こういうのが、あの、最近のやり方。 ということになりますえっとこれはあの虫歯の治療の話ではないですけれどもあの歯っていうのが、まあ、どうして、えー、虫歯になるのかということを、まあ、あの先ほどあのお示ししましたようにこのばい菌がその砂糖を分解して酸を出してでその酸によって歯が溶けるんだということになりますけれどもあの 例えば食べ物とか飲み物でも酸性のもの、食べ物、飲み物っていうのは結構あります。で、酸性の食べ物とか飲み物の方が美味しく感じるということなので、あのこういう炭酸のものとかですね、あとはここは黒酢、こういうようなものっていうのは黒酢、お酢っていうのは酢酸ですよね。で、炭酸も酸ですよね。ですから、これはあのずっとちびちび飲んだりとか。 えー、そういうことをやることによって、えー、歯は溶けていくということになります。これは、あの、医科歯科大学の北迫先生の,あの調査で、非常に、あの、これ有名なものなんですけれども、いろんな食べ物の酸性度、こういうのを調べてます。でえー、水っていうのが中性になりますけれども、こうやってずっとこういくと、あの、2っていうと結構、あの、酸性度が強い。でこうやって見ていくと、 ま、牛乳だとか、お茶とか、まあ、こういうところっていうのは、大体中性領域なので、歯は溶けません。お、お味噌汁、え、これになると5.4から5.5だそうです。で、え、さらにトマトジュース、醤油、えー、ずっときて、え、これ野菜ジュース、みかん、スポーツドリンク。この辺になると、もう、え、pH がこの3.6とか、ね、こういうふうになると、もう、完全に歯を溶かす、え、そういう、え、飲み物になります。 それから一番ひ、えー、下にあるのがこうコーラ、レモンですね。で、コーラっていうのは、この、えー、酸性度が強いだけじゃなくて、砂糖も結構入っているので、まあ、両方であんまり良くない。だから、まあ、飲むのはいいですけれども、えー、これをちびちびずっと飲んでると歯溶けていきます。で、ここに書いてあるこの5.5、ここのところにこう線がありますけれども、ここは、 あの、歯の表面のエナメル質が溶け始める。要するに一番硬いところでも、この5.5ぐらいになると溶け始めます。で、ここには書いてないですけど、だいたい6ぐらいでも、あの、増下えー、根っこのところは溶けるんですね。だから、この下のところ、このと、こういうところっていうのは、まあ、よく食べたり飲んだりとかってしますけども、まあ、あの、ちびちび、えー、飲んだりとかですね、あの、 レモンをずっと、えー、食べてたい。まあそういうふうにすると、口の中がずっと酸性の環境化になってしまうので、あの、ちょっと避けていただく。で、こういうものを食べた後に、えー、まあブクブクうがいをするとかですね。まあそういうことをして、口、えー、の中を中和していただくということが、えー、歯を失わない、えー。そういうことになります。えっ、ー、と、これまあまとめますと、まあ歯を守る生活習慣ということで、 まあ、毎日の歯磨き大事なんですけれども、まあ、その中で、えー、ペーストとして復活物入りの、えー、ペースト、ウッ素配合とか書いてあるものを使っていただくんですね。あとは、まあ夜は歯磨きをやった後に歯と歯の間のところの掃除ということで、まあフロスだとか糸溶樹、歯漢ブラシ、まあどれでも構わないので、まああの、適まああの、一日一回はやっていただく。あとは、まあ食事とか飲み物で、 あの三色症と言いますけども、溶けやすいもの、まあ、こういうものをちびちび飲んだりとか、えー、ずっと、えー、食べたいとか、まあ、そういうことをしない。あと、ここガムっていう話がありますけども、まああの、今、歯磨きガムとかってありますよね。だから、お昼にもし、えー、歯ブラシ、えー、やれないというような時には、ガムを噛む、えー、砂糖がシュガーレスのガムを噛むというのも、まあ、補助的にはいいですけども、 別にガムずっと噛んでたからといって、えー、虫歯にならないということではありません。あとは、やっぱり、えっ、ー、と、まあ、さっきのそのライフステージに応じて、まあ、こう、口の中の環境変わるので、定期的にやっぱり歯のメンテナンスで、ま、歯科医院を受診するということは非常に重要ということになります。はい、以上になります。えー、どうもご清聴ありがとうございました。